はい、よーチャンネル。はい、今日は朝早いんですが、ほら朝早いの分かるじゃん、どう見てもテンション低いもんね。だってほら朝練してんじゃん野球。今日はね、僕たちの趣味をね紹介しますよ。いえ紹介、あの YouTuber でもなく TikToker でもなく、俺たちモルカーでーす最近モルクやってるんですけど、素人ながらいきなり僕たち、5月にあのアジア大会の方を控えてまして控えてる、おかしいだろ。そうだよ、俺たち選手だから。モルカーの選手だから。バカだろ俺たち。でね、それで今休みの時にはね、ヒカルと集まって練習をしてるわけですよ。でそのちなみにあのモルクを説明していくか。モルクというのはどこが発祥？フィンランド発祥のスポーツなんですけど、はい、1チーム、まあ、最低2人で、世界大会では4人1チームで戦うというゲームなんですが、はい、何で戦うかというと、何で戦うかというとまずこの棒を使います。これが一番大事、はい、これとあの自分のまっすぐさが大事。コントロール、そうコントロールが大事。でちなみにここに用意されてるんですけど、この12本の棒を倒して得点を重ねていくというゲームです。で前半と後半と分かれてて、50点50点、まず前半で50点先に取った人が勝ちで、あの前半と後半の総合得点を競って高い方が勝ちだよね、最終的に。そうそうそう。で50ピッタじゃないと上がれないゲームですこれは。でまずねこれがあって、 3.5 メートルぐらいのあっちの距離からこれを投げるんですよ、下投げでね。これ今距離近いですけど、下投げで倒すわけですよ。大丈夫です。大丈夫ですか？下投げで投げるわけですよ。でこうやって一旦投げるね、必ず下投げね。でこうやって、あいい、これいいね、いいね。でちょっと来てください。でこれ今これ抜いて棒が倒れました。はい、光る説明。はい、ここから1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11本倒れたと思うんですけど、これで倒れた本数イコール点数で、注意しなきゃいけないのが、この棒だけ棒の上に乗っかっちゃってるんですけど、これはもう得点にならないです。ちゃんと地面に全部ついたのが得点で、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 これで10点ということです。そうです。こうやって2本以上倒れちゃった時は、倒れた本数が点数になります。そう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 。でも1本だけ倒れた時には、ここに書いてある数字の分だけ点数になるんで、だから1本だけ倒したりいっぱい倒したりっていうので、50点に近づけていくっていうで、50点を取るっていうゲームです。でもね本当に地味で本当に楽しい。ずっと言ってるやつ。そう、ずっと言ってる。地味で楽しいゲームで、今ね自分の友達とかあの俳優仲間とか集めてやってんだよね、うん。そうで、あこれね、50点オーバーした時は半分からスタートします。25点になっちゃうんだよね。そう、25点からまたやらなきゃいけなくて、でも50点ぴったりに他のチームがなんない限り上がれない、そういうゲームになってます。そうで、3回ミスしたら、ミスっていうのは何も倒せなかったとか、そう3回連続でミスした時にもう、そうなると0点でそのチームは試合終了っていうことで、今日ちなみにミニ大会が開かれます。13チーム来るのかな。めっちゃ来るよね。めっちゃ来るよね。めっちゃ来るよね。そう、13チーム来るので、今日はその大会があって、チームの人にはなんか景品があるみたいなので、ちょっとそれを争奪戦ということで、ちょっと1位目指してきますわ。頑張ります。うん、ということで後で。あ、ちなみにあの僕たちの衣装です。まだあの同じチームの2人来てません。来てないんですけど、はい、えなつのたたりっていうあのアーティストがいるんですけど、その人たちと組んでるんですけど、見てください、かわいいでしょ。作ったんですよ、ド派手。ほら稲葉さんって呼ばれてるぞお前。よし、はい、来たぞ。はい、あのもう動画関係なしに、はい、大会だから。あ、惜しい。今ね、9点です。9点。なんかちょっとなんかカーリングみたいですね。カーリングみたい。おお、大丈夫大丈夫。
勝てるぞ。中水です。いきますよ。12だけ倒す。こう持ってもいいですけど。大丈夫ですか。はい、できるよ。こう行きます。すごい。ナイス。12点マックスポイント。よっしゃ。この人今2ミスです。このチーム当たってしまって失格なんですよ。ガシャでいくかな。そうですね。まあそれはない、なかなかね。やりやがった。今ちゃんと取れてた。取れてます。あいつやりましたね。10ミスやりやったな。お前今だやったな。12です。また12連チャンで、相手のチームの上がりを阻止したから今ので。そう、相手12では上がりなんですよ。もう12点だから今それを阻止した。よし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 。39か。前半戦負けです。前半戦負けで後半戦です。今11点。同じチームのネル君ですよ。ネルです、よろしくお願いします。バブリー初頭だからちょっと遅刻してきたのがあるんで取り返すんで。12行ってください。大丈夫大丈夫だ。やりました、ね、やりましたよ。遅刻して助けますって言ってる人がミス。自分にもさ、ここにもさ、やべえよ。やばい。何してるんですか。すげえよ。ネル君のせいだよ。やばいやばい。なんで2ミスで回すの。弱いんだからさ。ここで光がミスったらもう失格です。だから確実に倒せるところを失格になりました。そうですね。今光が投げてないみたいな。いやまだ投げてないみたいな感じで言ったけど。わー性格悪いからそうなんね。人の失敗喜んでるから。人の不幸喜ぶから終わり。今次チーム替えで試合するんですけど、今回は失格になっても点数つくんだって。2点だけ去ってもらいます。はい、これがチームエナツです。チームエナツです。イエイ。しかもモルックに誘ったやつが遅刻する。モルックに。狙いは良かった。惜しい。そう、12で。頼みますよ。ネル君まだ当たってないですからね。プレッシャーかけるから。同じチームにプレッシャーかけるの好きやろ。効果は出すから。ほら、40秒以上そこ立ったらダメだ。そうだろ。頼むよ。ミス。橋野さんだったら。うそー！ほら。俺クリッチやってきてもいい。おスーミス。スーミス。来た来た来た。
は練習できる。今光ミスって2ミスだから、次俺ミスったらまた失格でビリ。ミスないっすよ。敵チームから今レクチャー受けてるからね。そのレベルの存在。やばいっすね。バブルが本格になる。11話でも。モルカってこんなにいるんすね。しかも今回僕たちが対戦してる相手全員女子です。はい、上がられちゃいました。完敗です。僕が一番うまいです。惜しいとかね。でもここは安牌にかけたい。安牌にかけたい。5飛ばすわ。5飛ばして7取り。5飛ばす。オッケー。絶対的に飛ばせばいいんだよ。うん、やった。だから12回終わったのに。あの距離はね、なかなかね。おい、ツーミスで俺じゃねえか。やばいわ。嘘だー。お前やばいな。なんで。よし、置いた甲斐があった。置いた甲斐があった。失格。2回目の失格。嘘だろ。もう動画止めて。ですね、オープニングでちゃんとしたのは、えなすさんが遅刻したので、まさかの、まさかの、そう、撮れなかったから、アーティストのえなすのあたりの皆さんです。おはようございます、えなすのです。せーの、バブリー。あれ、一人いなくて？いや、一人はね、まだね、やってるんですよ。僕たちがここでなぜすぐエンディングを撮れてるかというと、予選敗退しました、僕たち。何このあったけ強い集団いる。あったけ一番派手だからね。恥ずかしいもん、このユニフォーム着てるのが。女子チームには負けるわ。16歳に負ける。でも僕たちがモルクを誘っていただいたのはエナスさんですか。そうね、一緒にやらない。ハマってくれると思わなかった。いや、めっちゃハマった。面白いよ。だってマイモルク買ったし、ここで買えますもんね。速攻買いましたよ。で、あれですよね、5月に、はいはい、大会がね、アジア大会。アジア大会、僕たち大会控えてるんですよ。いや、本当にもう、あれね、アジア大会だけは本当に曲げられないから、本気で言ってないと。予選敗退みたいなやつね、今回みんな調子乗せてるけど、今みんな調子乗せてるけど、力見せてやりましょう。いやー、なんか今回はこんな企画でコラボでしたけど、はい、次回はもうちょっといろんなコラボをさせていただけたらなと思います。おー、やったー。やったー。はい、めっちゃ痛い。一緒にやっていただきたいです。ぜひぜひ。全然よろしくお願いします。今日は予選敗退で終わりましたが、またモルクでもよろしくお願いします。よろしくお願いします。アジア大会頑張りましょう。頑張りましょう。それではまた明日で締めたいと思います。はい、それではまた明日。バイバイ。4月16日日本もう一つの物語、皆さん見てくれるかな。いいぞー。